川姫伝説の伝わる大分県中津川川姫は、高知県高岡郡、福岡県築城郡、大分県中津地方に伝わる妖怪。その名の通り、川などの水辺に現れる、女の妖怪とされる。福岡県では、若い男たちが水車小屋のそばなどに集まっていると、いつの間にか水車の影などに現れるという、男が心惹かれてしまうと、 たちまち川姫に世気を吸い取られてしまう。川姫が現れた際は、その場にいる年寄りが、今しめの合図をし、若者たちがすぐさま下を向いて、息を殺すことで、この災いから逃れられるという。大分県では、川上から水面を飛ぶように歩いてきたり、水の中から飛び上がって、橋の上に立つ美女だという。高知では、湯原町の白王神社そばに谷があり、 そこに川姫が現れたという伝承が以下のように残されている。雨の夜。ある男が友人を訪ねて谷を歩いていたところ、見知らぬ美女が糸枠を巻いていた。男は女を怪しんで凄んで見せるも、女は笑いかけるのみ。男は女を化け物と直感し、刀を抜いて糸枠を切ったところ、女は笑いながら水辺に飛び込んで姿を消した。やがて男は、 友人のもとにたどり着き、この話をしたところ、友人は、刀は糸を切ると切れ味が落ちる。家の刀を使え、という。後に、男が帰り道を歩いていたところ、谷で再び、あの女に出会った。女は、糸切り刀では私を切れません、と言ったが、男は、友人から借りた刀を抜き、女を切り捨てた。この女が川姫だったという。ありがとうございます。